こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉と山田です。イエーイ、はい、今回のテーマはこちらです。鈴丸ミンタ先生作品おすすめチャート、イエーイ、はい、チルチル内の記事にね、鈴丸ミンタ先生作品をおすすめするチャートがございまして、はい、そのチャート通りに進んでいくと、こうあなたにぴったりのミンタ先生作品がこちらみたいな感じになっているのがありまして、今回ちょっとそちらを紹介していけたらなと思っているんですが、はい、ちょっと来ていただいた山田さんがどうやらミンタ先生作品の大ファンだということで。大好きです、ね、はい、なんか今日なんかお持ちいただいてるんですよね。そうなんです、実は最近リバイバル開催されたビードロカフェのグッズを今日持ってきました。このいいですね、なんかそのアクリルコースターですか、はいはい、なんか透明になっててめちゃくちゃ可愛いですね。そうなんです、はいはい、これフード食べたらもらえるアクリルコースターで裏が透明になってます。あれですよね、はい、重ねたらのやつですよね。重ねたらちょっと宝先輩に文字がかかっちゃうんですけど、いやでもめちゃくちゃいい、はあ、はい、かわいい、これ書き下ろしなんですよね、めちゃめちゃかわいいんです。それはもう持っていく価値大ありですね、はい、素晴らしい、ちょっと見せたくて持ってきましたじゃあちょっと今回はそんなミンタ先生作品が大好きという山田さんにもちょっとぜひ紹介していただきたいなと思っております、はい、それではやっていきましょう。はい、それではまずは、チルチル内の記事にあるチャートを見ていきましょう。こちらです、ドーン、はい、おー、すごい、このチャート通りに進むとどうやら4タイプが出るそうなんですが、今回はこのこちらにあるソーダタイプ、ジュースタイプ、ココアタイプ、お茶タイプ、それぞれにある4作品をちょっと紹介していきたいなと思っております。はい、ではまずはソーダタイプの1作品目からです。1作品目のご紹介お願いします。はい、ソーダタイプの作品はこちらの作品です。タカラのビードロです。イエーイ、わーい、はい、あ、こちら、はい、私もすごい好きですね、有名作、はい、ぜひ簡単にご紹介をお願いします。はい、こちらの作品はですね、泣いているところを慰めてくれた大学生の宝先輩、こちらの挑発美人、鮮明の方ですね、はい、のことが忘れられず、うんうん、地元の福岡から上京してきたこちらの大進くん、受けの子ですね、が、再会を果たします、はい、なんですが、宝先輩はそんな大進のことを冷たく突き放しちゃうんですね。あ、はい、いや結構その出会いも結構ロマンチックだなと思いきや、はい、あれ意外とっていう、最初びっくりしたの覚えてますね、はい、ってなっちゃう、はい、でも結構もうグッズを持ってるほどですもんね、相当お好きですよね、はい、そうですね結構ミンタ先生の作品の中では一番ダントツで好きな作品です。表紙買いしちゃいました。あ、表紙で刺さったというか、はい、そうですね、好きポイントとかあったりしますか、はい、好きポイントはそうですね、ちょっと2人の関係性はそうなんですけど、うんうん、まあ、モブおじさんはいはい、はい、モブおじさんが結構この作品リアルなんです、うん、なんかリフフ系でもなく、はいはいはい、なんか自然日常に溶け込む嫌だな、いやらしさというか、なんか一般人に溶け込んでる怖さみたいなのもちょっとあって、恐怖もあったり、恐怖もありつつ、うんうんうん、この作品にスパイスを与えてくれる、めっちゃいいですね、はい、その方のおかげでもあるかもしれない、はい、あ、そうですね、その方のおかげも結構入ってるかもしれない。おー、じゃあちょっとぜひそういうところ気になる方、はい、他にもね、ピュアポイントとかもね、はい、たくさんあるので、はい、ぜひおすすめの作品です、はい、おすすめです。続いて2作品目こちらです。ドン、ゴールデンスパークルです。イエーイ、こちらはジュースタイプが刺さる方へのおすすめ作品なんですが、はい、あ、これ私すごい好きですね、わかります
これじゃ簡単に説明をお願いします。はい、こちらの作品は、女子が苦手で男子校に入学した受けのひまりくんが、はいはいはい、同じクラスのガクくんと、うん、攻めの子です、はい、ガクくんと仲良くなって、楽しい高校生活を送っていたんですけども、うんうん、一方でひまりくんは ある悩みを抱えていてっていうところから始まる、はい、作品になってます。結構2人の最初の友情の描写っていうんですか、はい、なんかもう男子校で仲良しみたいなところからの、はい、なんか一転してっていう感じでしたよね、はい、なんかひまりくんの、まあ、悩みというか、ひまりくんがなんか知らないじゃないですか、この、はい、この世界を。そうですね、そう無知な感じが可愛いですよね、はい、すごく。そのひまりくんのなんだろう、何もわからないから教えてっていう真面目な感じ、その全部知っていく上でどんどんあの可愛くなっていくんです、ひまりくんが。それにちょっとなんか危機感を覚えてるガクくんっていう構図がとても刺さりましたね。いいですね、ピュアだからこそ生まれるそういうやり取りみたいなのありますもんね、うん、はい、そうなんですよ。続いて3作品目、ココアタイプが刺さるあなたへ、こちらです。俺がお前に何をしたです。はい、こちら結構ミンタ先生作品の中でもまたガラッと雰囲気が変わりますよね、はい、そうですね、表紙が、うんうんうん、えですねその通りすぎる、はい、こちらの作品なんですが、うん、受けの方がもともと立ち線でっていうところから始まって、はい、立ち線だったのに結局みたいな、こう、はい、組み敷かれてるところに変わっていくので、もともとね、こう攻め側というか、ただキャラがこう変わっていく、はい、その変わる理由となった攻めがっていう、うん、その2人の感じがなんかこれまで紹介してきたピュアピュア前回なんか青春っていうところとはまた違うなんか純粋さもあってというか、そこがすごいミント先生作品らしさもあってめちゃいいですよね。はい、たまらないです、うんうん、なんかどうやら刺激を求める方にぜひおすすめとのことなので、はい、そういった方はぜひ読んでみてください、はい、最後にお茶タイプが刺さるあなたへ、こちらです。はい、恋をするつもりはなかった。おー良作すぎる、はいはい、いや、いいんですよ、はい、この作品、はい、相当お好き好きですね。どういった内容になるんでしょうか。はい、はい、こちらの作品はですね、はい、恋愛経験がないゲイのこちらのおたんびな姿の吉野くん、はいはいねはい、が、もうすぐ30代で、うんうん、はい、恋を諦めていたところ思い切ってゲイバーに行くんですけど、はいはい、そちらで出会うのがこの見切れてる銀髪の美青年ロウ君なんですね。いやーロウ君、はい、はい、こちらのロウ君なんですけど、うんうん、結構陽キャな感じで、そのゲイバーで、まあ、そういうことできる部屋とできない部屋があるんですよ。あるんですね、はいはいはい、はい、そこにあの吉野くんは、うんうん、その抱かれたいっていう あの願望を持っていたので、はいはい、もう抱かれたりできるんですかみたいな、確かにびっくりですよね、食いついていって、うんうん、そのまあ、でも、まあ、最初からグイグイ行くのは、うんうんうん、あれかもしれないって引くんですけど、はいはい、でもそんなところにロウ君が、はい、現れて現れてこんなところ来ていいのお兄さんっていう感じでやってくるわけなんですけども、はいはいはい、そのロウ君の大学生ながら色気がすごくて、はい、さっきちょっと見せてもらったんですけど、はい、めっちゃかっこいいですね。かっこいいロウ君相当かっこいいし、しかも大学生ですよね、はい、大学生です、攻め大学生受け社会人、うん、大学生かける社会人の
うわー、なんかだけど社会人側、会社員側の方がピュアっていうのがよりいいですね。なんか本当にそうなんですよ、うん、なんか何でも知ってそうな大人かと思いきや、うん、むしろそっちの方がみたいな感じの不器用さもめっちゃ可愛いですね、うん、はい、とてもおすすめの作品です。はい、じゃあここまでチャートに沿って4作品紹介してきたんですが、はい、ちなみに山田さん、なんか他にこれ以外にもおすすめ作品あったりしますか？そうですね、はいはい、おすすめの作品はこちらです。あ、キューピッドに落雷です。あ、これはそうですね、言わなければならない。、はい、こちらの作品私も結構好きで、はい、これも青春じゃないですか、はい、学生時代のお話なのでチャートで言うとジュースタイプになるのかななんて思うんですが、はい、私もそう思います。なので先ほど紹介したゴールデンスパークルが刺さった方とかにもぜひおすすめしたいですし、はい、これどうですか、なんかお気に入りポイントとかあったりします？お気に入りポイントはなんといっても受けの顔が可愛い。美人さんなんですよね、この美人受けですね、うん、はい、でちょっとトラウマ持ちで、おうおう、ちょっと額の傷とかがありましたね、あるんですけども、そういったちょっと暗い部分もすべて包み込んでくれるのがこちらのワンコミあふれる可愛い短髪の、うんうん、いやいいですね。なんかその過去もあるからこそこうストーリーすごい丁寧に描かれていくじゃないですか、はい、なんかその構成もめちゃくちゃ好きで、はい、その2人がね最後どういうところに落ち着くのかみたいなところもぜひまだ読んでいない方は読んでいただきたいです、はい、ということで今回は鈴丸ミンタ先生作品のおすすめチャートをご紹介してまいりました。こちらの動画で紹介したチャートはチルチル内の記事にもございますので、ぜひ概要欄に貼ってあるリンクから飛んでいただいて、皆様がどのタイプなのか確認してその作品読んでみてください。それではバイチル。